新庄打ち切れ、一日で最下位転落の日本ハム、新庄監督ボンミスに行か、あんなミスしていたら勝てない、古川を懲罰交代。反撃ムードを失ったのは1点を追う3回、西から代打古川が右翼線二塁打で出塁。だが自打者松本剛のライナー性の安打でスタートを切らず、三塁に止まる痛恨のボーンヘッド。続く野村も夕頃に倒れ同点機を逸した。古川は次の打席で代打を送られた。新庄監督は試合後、報道陣への対応はなかったが、アウトカウント間違い、安打ミスをしていたら勝てないと怒りをにじませた。新庄の懲罰の徹底ぶりは評価できる。残念でもないし当然。これは即鎌ヶ谷やろな。ブチギレやん鎌ヶ谷かな。走塁でのカウント間違いはガチで1点に関わるからな。許さへんわ。これは即日鎌ヶ谷やろな。あんなミスしていたら勝てない。そらそうよ。新庄のことだから懲罰降格あるかもね。殺度の時より新千歳駅安いから今からエアコート乗って鎌ヶ谷帰れ。昨日の犠牲フライと二塁打で帳消しにはならんか。そりゃそうよな。あそこであのミスは鎌ヶ谷直行便でも仕方ない。ご視聴ありがとうございました。